9127月7例配信。神戸新聞 NEXT。クラブ創設から29年目にして、悲願のサッカー J リーグ一部 JH 初優勝を成し遂げたヴィッセル神戸。熱狂冷めやらぬサポーターにとって気になるのが優勝パレード内の、だ。神戸では今月、プロ野球阪神とオリックスの同日パレードが行われたばかりとあって、ヴィッセルもと熱烈な声が湧き上がる。ただ、日程的に厳しいなど実現へのハードルは高そうだ。高田康夫、有島弘樹、小野坂海斗。JH 優勝チームのパレードは、2018年の川崎フロンターレが最後。その後は新型コロナウイルス化もあり、地元での優勝報告会のみとなっている。また、この20年間に初優勝したのはヴィッセルを含めて7チームあるが、うちパレードの開催を確認できたのは浦和レッズ6年、サンフレッチェ広島12年、川崎フロンターレ17年の3チームだった。要因の一つが日程的な難しさ。11月23日の神戸、大阪同時パレードで契約100万人が詰めかけた阪神とオリックスの場合、リーグ優勝が決まったのは、阪神が9月14日、オリックスが同発か。パレードまで2ヶ月以上あった。一方、11月下旬から12月に優勝が決まる JH では、年が明けると新チームが始動するため準備期間が短い。資金集めも課題と見られる。阪神とオリックスのパレードは、兵庫県や大阪府などで作る実行委員会が広く事業費を集めるクラウドファンディングを実施したが、目標5億円の2割程度にとどまっており、残りは企業協賛金などで賄う。ヴィッセルが年内パレードを行うための十分な資金を得るには、時間が足りないのが現状だ。現時点で具体的な予定はありません。ヴィッセル優勝直前の24日、神戸市スポーツ企画課は取材に対し、そう答えた。担当者はホームタウンのチームなので、何らかの形でお祝いをしたいが、いろいろな人の意見を聞いて検討することになる。パレードだけがお祝いではないと話す。ヴィッセルの関係者も準備期間を考えると、パレードの実施を自治体などにお願いできないとしている。とはいえ、29年も待ち続けたサポーターからはパレードを望む声が相次ぐ。優勝を決めた25日、ノエビアスタジアム神戸市兵庫区に応援に駆けつけた小学5年生の男児11兵庫県丹波市はパレードがあるなら、近くで大迫勇也選手を見たいと期待する。神戸市須磨区出身で、子供の頃はスタジアムはガラガラだったと振り返る福岡市の会社員男性28は今は満員になるほど存在感が高まった。神戸での確固たる地位を築き上げるためにも、ぜひパレードを。神戸市中央区の会社員男性45も観客は阪神の10分の1でいい。関西を盛り上げるためにもしてほしいと要望した。神戸市中央区の会社員男性45も観客は阪神の10分の1でいい。関西を盛り上げるためにもしてほしいと要望した。これはやめた方がいい。スカスカだと見てる方もやってる方もものすごく惨めになるぞ。ホコ天でやればいいんだよ。一般の通行人も参加者にカウントする。左翼団体がよく使う手口。一重厳しいだろ。甘く見積もっても。距離を10分の1にしてみたらよい。三木谷の親父は神戸の上級。おそらくや役所が忖度してパレードするだろう。哀れだな。パレードすらやってもらえないとは。パレード開催する側が10分の1でいいって言うならわかるけどサポーターが言うのかわら。まあ阪神よりスター選手いるからな。大迫無投山口とかな。阪神なんて誰も知らん。誰？ごめん。誰もわからん。元日本代表に呼ばれたことある選手は多いな。坂井や扇原もそうだろ。普段はプレミアしか見ないんだが、この前の名古屋神戸戦見たら結構知ってる選手いてびっくりした。長井は今は名古屋なんだね。阪神の選手って川藤、岡田、バースぐらいしか知らん。阪神は一人もわからん。監督が岡田というのは知ってるけど顔はわからない。全国的には大迫の方が有名かもな。海外クラブや代表でプレイしてた大迫は有名かもしれないけど、日本に帰ってきて J リーグでプレイしてる大迫はほとんどの人が知らないだろうな。
大阪半端ないってということで名前は知られているが、顔だけ見てどれだけの人がわかるだろうか。パレードじゃなくて神戸のホームスタジアムでイベントしたらいいやん。これだろうな。変に見え張らない方がいい。三木谷がお金出してくれるだろう。パレードは小規模でもできるよ。交通規制があるから警察の許可が必要だけど。昔、大学野球の優勝パレードを見たが、すげえ小規模だったう。町田だってやったぞ。神戸市だけだろうしできそうだがね。三木谷も仙台の球団潰したらいいのに。あんなのな俺でしょ。優勝したのに一面はデイリーだけだったな。イニエスタがいたら、今より集まるかもな。去ってから優勝とかう。ガンバなんか三冠でもパレードしてないだろ。やっても恥かくだけだから、日程のせいにしてやらないのが得策だわな。言っても神戸に集まった阪神ファンは30万人なのだからその一重の3万人なら普通に来る数字だと思うぞ。関東圏のクラブが優勝パレードした時に大体4、6万人は集まってるそうだからな。関東地方以外ではサッカーの人気がないから、どうなるかな。パレードしても人気がないから、誰も来ないだろ。野球はワールドカップがないから誰も知られてないんだろう。三木谷は野球好きでもないんだから切ってほしいわ。野球なんてアメリカで相手にされてないのは一番わかってるはず。優勝した時の三木谷がいたけど顔でかすぎでよく目立つな。やっぱしああいうのが日本の社長面なんだろうな。別にパレードしてもいいと思うけど、赤っ端自覚だけだぞ。逆豚がう。パレードやデモ隊の人数なんて正解にわかるわけないから気にするだけ無駄見た目でいっぱいいればいいんだよ。阪神と比べるからアレナだけでまあやるのはええやろ。そこは祝ってやるのが大人ってもんよ。神戸限定チームなんだから10分の1でも多いな。阪神は関西全般が対象なんだから。阪神も大阪だけなら50万とかになってベイスターズの40万を超えたのは確実なんだよな。野球との年数を言い訳してるけど、縮まることはありえないから、無意味だよな。三木谷が金をドーンと出せば、死もやる気になるだろ。侍ジャパンが優勝パレードなんてやったらとんでもないことになってたろ。シーズンすぐ開幕だしやるなら今だろうけど。